平井県裁安政3年4月12日は、江戸時代後期の難画家。陽名は元次郎、名は誠と、字は、金夫と、通称を、地六。号は、県裁、三谷山木彫り、遠藤海の生まれ、遠東,東海国灰原郡、青池村谷の口の郷の平井六の子として、生まれる。幼少より、諸賀の才能を示したことから文化十年、十二歳の、起。 掛川藩御用絵師の村松以降に入門。同時期に福田藩校が同門だった。14歳の時に父が没して兄正次郎が家督を継いだが、その兄も文政八年に病没したため検災が家督を相続。同年、鶴が殿中藩藩士、渋谷淳太夫の三女と見と結婚。しかし、文政十年、画家になる夢闇がたく、江戸に出て、 谷文長の門戸を叩いた。その後も、武蔵、先たち、安房、かず上野、下信濃など、東国の各地を有力。この間の高雲屋との開港はその後の県裁の、画業に大きな影響を与えた。4年後、ようやく故郷に帰るが、天保6年、34歳の時再び江戸に出て、福田藩校の紹介により、渡辺火山に入門。 同九年に三度江戸入りし、文長より、火山移し水路の最後を与えられた。また、同年、死火山により、交渉図を送られている。火山が、万社の国により捕らえられた時は、椿鎮山、半甲羅と救済活動を行っている。火山の自陣を、京里を拠点に近隣を有歴、多くの作品を制作した。高火四年、妙正寺において、諸画会を開催。 江戸から、椿山や半校も応援に駆けつけを大いに、盛況だったという。嘉永三3年には、弟子の中村正界を伴って甲府まで旅をしている。晩年になっても東海地方を中心に盛んに旅を、続けた。岡崎で年を越し、安政3年に、三河、刈谷を訪問。岐阜に足を伸ばす予定だったが病を得て、岡崎に戻る。旅館上野屋にて隠し、去年56。 検祭は文朝文下の画家らしく、中国古画の模写をよく言ったが、四花山の作品、ヒポクラテス像、高折図、千山万水図などの模写や図取りもよく言っており最も影響を受けている。中国現代の画家、高滑教に詩縮し、山水画を得意とした。また、花鳥画は獣兵を藩として、高滑年間までは、書き図を描いているが、 椿山の分野であったことから以降は描かなくなった。人物画は、動尺人物、古事人物など幅広い作品があり、漢画、仏画、山和への技法をうまく取り込んでた組であった。宝来山図経営案構図宝来具受けず、林なせず、ありがとうございます。